ムを作って出したんですけども、現在はもうメニューというものは作らないという。なぜかっていうと、お客さんの要求でメニューができていくと、こういうお客さんがこういうものを作ってくれないか、こういう大変いい車が全部止まってますね、左側の方から、ね、今ちょうどお昼だからみんなテーブルがいっぱいになってますけども、私たちは時間で働きにまた帰らなくてならないので、長いことここに座ってないです。先生面白いですから行って入ってみると分かります。はい、ちょっと名前はフレッシュスープ痛い、分からんやん。いやこれでもさ、相当すり込んでるっていうかさ、明日の分かるわこれ、濃厚な味、具だくさんっていうか、具を思いっきり吸ってる感じ。そうだね、確かに、すごい辛い。あんま美味しくないっていうか、美味しくない。サンドイッチ回してこう。住宅、これは少しお高くなります。これがプレノーというその裕福な人の住んでいる地域です。この辺の住宅はだいたい35万ドルから100万ドルになっています。一番安くて35万ドルくらいですね。ですから、こういうね、歩いちゃいけないところを歩いて吹っ飛ばされるとね、保険が下りないんです。ないところを歩いたから、あなたが悪いとこを言うわけですね。あそこの金庫をね、ここで、ここで、ここで渡すから、ね、ポーラベーカリー、これ去年開けたばっかりで、これもそのあれですよ。